龍祖、日置男上、正さ日置流とは、古竜の泉流を学んだ、日置男上正さが確立した、数弓の流派の一つである。日置男上正さは、室町時代の人と言われているが諸説あり、神仏の化身と称されたり、日置吉田流初代、吉田光助の助重方と同一人物であると、されたりするが、架空の人物との説が有力である。 日本の休日は、主に戦場における徒歩による旧車から発展した、府車と、馬上からいる旧車から発展した車、騎三十三県道における投資屋の旧車から発展した、同社に分類することができる。強的な分類では、武者と霊車に分ける考え方が主流となった。武者系といえば、日置流系統の車を指し、霊車系といえば、小笠原流騎車、から、 儀礼、儀式的なものを加味されつつ発展した者の系統を指す。900年近く続く小笠原流と比べると、日置流の歴史は新しく500年ほどである。ただ、戦国時代の一時期、没落した小笠原家に代わり、日置吉田流一門が宮中で謝礼を行ったことも、ある。なお、弓の引き方を儀礼的に行うことを一般に、礼者というが、 その際に、小笠原流が、霊者と称するところのものを、日置流では、体肺と呼び、区別している。日置流の大肺は、簡略な動作から生まれる武士らしい気合の充実が、特徴である。小笠原流が汽車を、出発点とし、主に見た目の美しさや品位を重視するものであったのに、対して、日置流は、敵中や矢の貫通力に重点を置いた実利的な、 不評用休日であった。現在では、同じ、弓道という競技において、本来は、目的の異なる、別のものである者、負者汽車、同社の違いを深く理解している意図は少数となってしまった。また、今日では、日置流や小笠原流、日置流同社流派の垣根が低くなってきている。しかし、発展過程がそれぞれ異なる、 日置流や小笠原流の文化的、歴史的な背景に敬意を払い、よく理解して、弓道を学ぶことが望ましい。日置流には、途切れたものや現存するものを含めると、多くの歯が存在するが、古来の歯の位置づけは、教えを受けた家、師匠の流れを汲むもの程度の意味合いであったと、考えられ、伝承してきた教えの解釈等の違いから生ずる。 小さな違いはあるが、根幹となる教えは、どの派でも同一である。日置壇上の社営が笠原流不車ややぶさめに代表される記者は、胃の工程における打起こしと呼ばれる動作において、体の正面で弓を構える、いわゆる、正面打起こしを取るのに対し、日置流では弓を、体から見て、左前方に構える、斜面打起こしを取る。しかし、視野を、 日本の外に向けると、弓は、通常身体の斜め前方に構えて引き取る射法が、基本である。負射は、明治末期から大正期までは、体の斜め前方に構えるやり方がほとんどを占めて、いたが、学校教育の中で、文部省が率先して、正面打起こしを導入した経緯もあって、正面に弓を構えて打ち起こす射法が大流行した。この時期に流行した、 正面打ち起こしの射法の多くは、本田流を縦糸としている。弓の握り方には手術のやり方があり、正面打起こしであれ、斜面打起こしであれ重要な技術であることは言うまでも、ない。しかし、正面打起こしにおいては一旦体の正面情報に、弓矢を上げて、頭上で左斜め前に弓を移行させながら、 弓の握りを整えなければならず、手の内だけの視点で見れば非常に不利なやり方である。日置流系統では、手の内の整え方や働かせ方を特に重要視し、日置流諸派それぞれに独特の教えがあって、矢を放つ際に的中率、貫通率を高める等々実利を追求している。例えば、陰在派ではこの握り方を、公用重ねと言い,い、古来から秘伝とされた。 なお、和弓では利き手にかかわらず、弓は左手で押し、弦は右手で引くのが通常である。これは、弓兵を集団で訓練し運用することを容易にし、また規格を統一することで、弓具を大量生産するための名残であると考えられる。武士が戦場での実戦を出発点として磨き上げてきた弓術は、江戸時代に戦場を離れて、 武士の表芸として体成され、今日まで、日置流として受け継がれている。日置流は、我国旧日中高子祖なりと称される、日置壇上摩殺具を祖とする。日置壇上は、室町時代中期の山和の人と言われているが、その経歴については、不明な点も多く、実在説、架空人物説、吉田流初代、吉田茂方と同一人物とする説などがある。 神仏の化身とも称された。日置壇上の皇帝の一人に、吉田茂方がおり、以後主に、吉田氏により継承されたので、吉田流とも言うが、現在では一部を除き日置流と呼ぶ場合が多い。左、日置壇上右、吉田茂方吉田茂方天文十二年は、南大見の戦国大名六角氏家で、川主城を本拠としていたと伝わる。 吉田氏は、主家の六角氏と同じ大見源氏の一族で、源の頼朝に従って活躍した、佐々木貞津ならの弟元宗に始まる。大見吉田宗、または、出雲吉田村を苗字としたという。三院の戦国大名甘腰配下にも、吉田氏がおり、同族とも言う。江戸時代後期に編纂された、完成重修所家府の吉田氏系図には、 羊について、宇田源氏佐々木所流今の帝府に、吉田岩尾州より出るという。とあり、茂方については、某泉守今の帝府、太郎左衛門で、野森茂政ママ、に作る。佐々木家に属し、騎下七人のうちたり、日置男女を豊秀に従して、社芸を学ぶ。豊秀が、門人王氏といえども、出雲守る一人その名を売るがゆえに、豊秀家電を継がしむ。 これよりよこぞりて、吉田流と称す。子孫に至るまで代々送伝てその術を教授す。法名堂だから。と記されている。茂方の後は、着手茂政永禄十二年が結晶した。天文年間頃、茂政は、主君の六角吉方から、家電の伝授を求められるが、これを拒み、一時へ知前の朝倉氏の下に身を寄せた。その後は返して、 大江に帰還し、吉方と養子縁組をして、家電を伝授した。この騒動時に、家電が耐えることを危惧した重政は、四男の重勝に家電を授け、京都に移らせたという。この、重勝の系統は後に、雪に派と呼ばれた。重政の着死重高には吉方から返し伝がなされ、家電は再び、吉田氏で継承された。この系統は出雲派と呼ばれる。 以後、出雲派からは、分派が多く生じ、雪二派分派の同説派など共に九流十派などと、呼ばれるほど多くの分派が生じた。またこの時期に、石道竹林坊女性を外する竹林派も成立した。女性は、重政の弟子とも、日置壇上とは別の日置や左衛門藩次を外する、流れを組むとも言う。以降の日置流の歴史については、下記の、 諸派を参照。日置流の影響は非常に強く、以降の休日はほとんど日置流によったと言っても過言ではない。また、日置流後に成立した休日流派も様々な名称のものがあったが、多くは日置流の刑夫に連なるものである。江戸時代、各藩は休日師藩を召し抱えたが、それらのほとんどは日置流の居手であった。分派については、 諸説あるが、代表的な説に基づいていくつかの歯を挙げる。日置流白波系図日置壇上、マサジの弟子、吉田茂方を外する流れ。吉田家が代々伝えたことから、吉田流とも呼ばれる。日置壇上、マサジと同じ血統であるか、もしくは、教えを受けたとされる、日置屋財門藩次を外する流れ。投資屋の伝統を今に残す、十三県道園的。 大会、ありがとうございます。